キム・ジウォンは、韓国の女優、ソウル特別市出身、東北大学演劇学部卒業、SALT エンターテインメント所属、身長164センチメートル、血液型 A 型。2007年、中学3年生時にスカウトされ、2008年からライオンメディアに所属。2010年、ビッグバンと共に、ロリポップの CM に出演しデビュー。その後、 清涼飲料水の CM で有名になり、オランシーガールと呼ばれるようになる。2011年頃から、女優活動を始め、ドラマ、ハイキック3短色の逆襲マイナスでは、OST にも参加し、オーバーザレインボーを歌った。デビュー当時は、歌手志望で、同じ事務所で歌手のユンナのバックボーカルやピアノとして、ジェシカ系の芸名で練習生生活を送っていた。2012年、 エーベックスエンターテインメントを通して日本で歌手デビューする計画だったが実現しなかった。2013年ドラマ相続者たちのユラヘル役で知名度を上げる。この作品で SBS 演技大賞ニュースター賞を受賞する。2014年からキングコングエンターテインメントに移籍。2016年最高視聴率41.6%を記録したドラマ 太陽の末裔でメインキャストの一人であるクン・イ・ウン・ミョンジュ役を演じ、本格的に人気女優の仲間入りを果たし、数々の賞を受賞。このドラマ以降 CM 出演も急増した。2017年、パクソ・ジュンと共演したサム・マイ・ウェイ・コイの一発逆転。ではヒロインを務めコメディエンヌとしての才能を開花。男勝りな性格ながら、突如として、 ぶりっ子になる演技は韓国でも真似する人が続出し、ブームとなった。2020年、SLT エンターテインメントに移籍。主演作は太字。ありがとうございます。